皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、運がいいと思えれば必ず運が良くなるということについてお伝えしてみたいと思います。運がいい人ってどういう人かっていうとですね、運がいい、自分は必ず運がいいと思っている人が運がいい感じになってます。で、逆にですね、運が悪いと思っている人はやっぱり運が良くないですよね。これは一体まあどういうことなのかっていうと、運がいいと思っている人はあらゆる事象が起こったとしても、それが全て運がいい側面から物事を捉えるので、結果としていいことになっていくっていうことなんですよね。で、これって、まあ、運を良くするっていう言い方は変なんですけれども、自分がその事象をどのように捉えるかによって、まあ、自分の心の穏やかさとか、まあ、考え方、感じ方とかが変わってくるので、すぐに明日にでもね、できるような話なんですよ。で、私は自分が自分のことを運がいいっていうふうにね、思っているんですよ、基本的に。何かそうですね、人から見たらもしかしたらアンラッキーなこととかが起こっているのかもしれないんですけれども、必ずその時に私自分自身にね、問いかけるようにしていて、この起こっているこの事象は何か意味があるに違いないというふうに、自分に問いかけるんですよ。そうすると、例えばなんですけど、電車が遅延したとかいう事象が起こったとしてもですね、それによって今私がするべきことは何なのかとか、まあ、どの道どうやっても目的地にもともと予定してた時間には着かないわけですよね。そうすると、じゃあそこの段階で、まあ、何か今までね、できなかったこととか、やってみようと思ってた企画書をね、作っちゃおうとかね、そんなことしたりするんですよ。で、結局できなかったことをそこでふっと思い出してやれるっていうのはラッキーだったなとかっていう、まあ、そういう考え方とかになったりもするんですね。ですから、例えばそこで運が悪い、こんなことに巻き込まれちゃってっていうふうにして愚痴を言ったりとか、まあ言ってもしょうがないんですけど、よくね、駅員さん責めてる人とかいるじゃないですか。で、どうしようもないケースとかってあるんですよ。もちろん人為的なミスっていうのもある時はあるんですけどね。でも、その怒ってしまっていることは基本受け入れるしかなくって、受け入れる方向性をどうするかって考えるだけで、自分がどうするかを考えるぐらいしかできないんですよね、その段階においては。だから、自分が運がいい、どういう状態であっても運がいいと言い切れるっていうことは、結局運がいいことになっていくんで、これはまあちょっとね、訓練に近いことになるかもしれないんですけれども、自分がね、今まで運が悪いと思ってた人は、あらゆる事象に対して、自分が運がいいと思えるような、対案を持ってくるっていう考え方をするだけで、随分人生がね、好転してくるんじゃないかなって思いますので、ぜひトライしてみてください。それでは。